はい、今日の一品です。まずはソーセージを刻んでいきましょう。ソーセージを刻んだら、これにブラックペッパーを、混ぜて、全体に混ざったら、ここに小麦粉を、大さじ1杯強ぐらいですかね。これも全体にまぶして、水を加えていきます。いぶきは書き方せんの。全体に混ざったらフライパンに油を敷いて、先ほどのソーセージを形を整えながら伸ばしていきます。その間にお皿にマヨネーズを入れて、卵、これでレンチン目玉焼きを作っておきます。はい、こんがりソーセージが焼けたら、形を整えて切っておきましょう。はい、目玉焼きも完成です。つるんと外れるようにしておきます。これに挟むレタスも用意して、切るとこを確認するために切れ目を入れておきます。そして海苔の上にご飯を半膳、これにレタス、マヨネーズ、ソーセージ、卵ですね。そしてここにもう一度マヨネーズとレタスで蓋をして、
包んでいきます。包んで、なじませたらカットして完成です。ソーセージエッグおにぎらす、どこかで聞いたような名前ですが。お弁当にどうぞ。